ラスベンタス闘牛場のファサード内部闘牛場のロイヤルボックスラスベンタス闘牛場はスペイン・マドリードにあるスペイン国内最大級の闘牛場。およそアリーナと言っていい様相でメキシコのモニュメンタルでメヒコ闘牛場、ベネズエラのモニュメンタルでバレンシア闘牛場に次いで収容人数が23,798人という世界第3位の規模を持つ。 闘牛のシーズンは毎年3月から10月までで毎週日曜日と休日に行われる。5月から6月までの3石度の祭の期間中は毎日闘牛が行われる。季節によって違いがあるが闘牛は夕方5時から7時までの間が開始時間で終了時間まではおよそ2時間から3時間かかる。観客席は日向と日陰。 中間の3種類に分けられ、さらにアレーナ前の1階席から4階席まで価格帯が分かれている。1913年から1920年の間、スペイン国内では闘牛人気が高まっていたが、マドリードのアラゴン通りにある闘牛場は手狭であった。闘牛場を所有するマドリード州政府は新たな闘牛場建設計画を練り始めた。家畜業者、 ハルドン家から土地を譲渡された州政府は1922年3月より工事を開始した。建築家、ホセエスペリューが設計した新東牛場は鉄骨とレンガを使用したネオムデハル様式であった。建設費用は当時のレートで1200万ペセタかかった。 1931年6月17日に、新しいラスベンタス、デルエスピリトサント闘牛場の小ラ落としとして、事前闘牛が開催された。完成当時の闘牛場は、華やかな闘牛という催しにおよそふさわしくない、劣悪な環境にあった。馬やラバの水場近くを、墓地へ向かって壮列が通過していき、人口はまばらで小屋が点在していたのである。 事実上3年間閉鎖された後、1934年10月21日にラスベンタス闘牛場として再開された。1935年には通常通りシーズンを終了した。しかしその後勃発したスペイン内戦で閉鎖を余儀なくされた。戦争で34ヶ月間、アレーナは広大な庭にされてしまったのである。 戦後の1939年5月24日、闘牛が再開された。1996年、オーストラリアのロックバンド AC、DC が闘牛場でコンサートを行った。2008年、闘牛場のアレーナがテニスのクレーコートに変えられ、ラファエル・ナダルがスペインのデビスカップチームとアメリカチームとの準決勝戦が行われ、母国の監修を前に勝利した。 マドリード地下鉄の2号線、または5号線を利用する。最寄りは、ベンタス駅。ありがとうございます。